石優太、9.30 ジャニーズ退所後、飛べじゃなくて吉本入り、情報の裏側、ちらつく芸人 X の影、可能性は、キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺優太、25、が7月7日、滝沢秀明氏、41、が立ち上げた新会社、株式会社飛べへの、合流を発表したが、9月末にジャニーズ事務所からの退所を控える岸優太、27、の動向が、ここに来てさらに注目度を増している。岸さんが吉本興業に移籍するのではないかと5月に一部ネットニュースで報じられましたが、7月末、8月に入ってから再びネットニュースが報じているんです。芸能プロ関係者、元スマップの中居正広、50、がジャニーズ事務所からの退所を正式に発表する前にも、ダウンタウンの松本人志、59、と親しいことから、吉本入りの可能性が報じられたことがあった。ここに来て岸の吉本入りが報じられるようになったのは、ある大物芸能人がその噂を親しいマスコミ関係者に話したことがきっかけだと、8月2日配信の日刊現代デジタルでは伝えている。2022年7月の音楽特番、音楽の日、TBS 系で復活を果たしたロックバンド断頭子組は、4月から8月中旬にかけてツアーを行っているのだが、これをサポートしているのが吉本だという。メンバーの前田光陽、54、が吉本所属のお笑いコンビ、海原康代ともこの海原とも子、51、と結婚している関係から、吉本が断頭子組のツアーをサポートするようになったとされる。吉本は、引き抜き的なことを避けたい会社。日刊現代デジタルでは、吉本とジャニーズ事務所の関係は悪くないことに加え、ジャニーズ事務所は日本音楽事業者協会に加盟していないこともあり、岸が吉本入りしても、引き抜き行為に当たらず、吉本入りの可能性がないわけではないとも報じている。吉本と断頭子組の関係、ジャニーズ事務所が音元協に加盟していないことから、岸さんの移籍もあるのではないか、ということですが、確かに周辺の情報を考えればありそうな気もしてきます。ただ、吉本は引き抜きなどに対して、かなりシビアに見る会社です。吉本から離れるタレントもそうですが、新たにタレントが入ってくるということになっても、引き抜き的なことは絶対に避けたいと考える社風なんです。それに加盟している団体が違うと言っても、ジャニーズから吉本というのはあまりに露骨すぎる遺跡に見える。そもそも、吉本はジャニーズといい関係にあるんですが、実は滝沢さんともいい関係にありますからね。岸優太、吉本入りの噂を吹聴しているベテラン芸人とは、滝沢氏はジャニーズアイランドで社長、ジャニーズ事務所本体の副社長も務めたこともあり、ジャニーズタレントと共演の多い吉本芸人や吉本関係者との接点も多かった。また、裏方に回る前はタッキー&翼で、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ミュージックチャンプ、フジテレビ系に出演し、ダウンタウンともたびたび共演していた。岸さんは、平野さんと神宮寺さんに続き、飛べに合流するのではないかとも言われていますが、吉本が彼を連れてくるようなことはありえないことです。岸さんの吉本興業入りの可能性は 0% ですね。にもかかわらず岸さんの吉本入りの話が報じられているのは、吉本所属のベテラン芸人 X が噂を流しているからだと言います。滑り芸でも知られる X は各方面に顔が広くて方々に影響力を持っている芸人ですが、結果的に必ずしも正確ではない情報を吹聴してしまうこともままある。岸さんの吉本入り説も、X はマスコミ関係者にもつながっており、彼が発信源だと言われていますが、事務所同士のことを考えればありえない、というのが関係者の間での結論です。今や吉本芸人とジャニーズタレントがいなければ、日本のバラエティ番組は成立しない。両者の関係がこじれてしまったら、番組自体が作れなくなってしまいかねない。吉本は余計ないざこざを避けるため、無理な引き抜きに見えるようなことは絶対にやらないですよ。前室の芸能プロ関係者。多くのファンや関係者が予想している通り、岸は飛べに合流し、平野と神宮寺とのスリーショットを再び見せてくれるのだろうか。ちゃんと高校生になってる。岸優太、ラスト主演映画で見せた、可愛すぎる黒髪&制服、オフショット。8月25日、岸の主演映画、G メンが公開される。映画の公開を前に岸は多数の雑誌のインタビューをはじめとする宣伝活動を展開中だ。